二の二、イーエル、ニベル、ノスタリク、ノスタリカ、なんかスーパーボールマリオのままゴールって書いてあったな。スーパーボールマリオのコースって結構めんどくさいコース多いんだよな。まあでも今回はそうでもないかもしれんな。なんかね、鍵取らされたりみたいな、結構めんどくさいの多かったりすると思うんだけども、今回ただのなんかストーリーコースみたいな感じの匂いがするな。誰で叩いたやつを、ルイージが叩いたの、それ。おは、あ、ルイージお前、女の子に先に行かせておいてさ、ねえ、最低、できてるな、お前ら、もしかして、もしやお前ら、できてるな。でもこのコース、確かに、結構めんどくさそうだな。だるそうなコース来たね。いや、そういうコースじゃないと、こっから巻き返していけねえから、むしろ困るんだけど、なにこれ。はい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 。飛べばいいんだね、なるほどね。飛んでいけるか、これ。いけた。で、クリボーを倒さなきゃいけないんだけど、どうなってるこれ、俺が取ったでしょ。俺じゃねえ、取ったの。誰取ったやつ。始まったよ、これ。お、始まったよ。クソダリー戦いが。クソダリー戦いが。始まったよ、マジで。おいおいおい。攻めんだよ、ここマジで。ちょっとやばいって、マジで。はい。うまく一瞬の隙をついて、入り込みたいんだけどね。自分が誰使ってるかもはやわかんない。俺、ルイージか、今回、俺。俺がルイージだね、俺。俺、今回、ルイージだ。おし、取ったよ。取っておいて、はい。やっと入れた。マリオか、俺、今回。マリオか、俺。叩け、それ。叩けよ、俺、それ。叩かないから。押すかと思って押さなかったから。そのまま俺たちのこと信用して、あの世に飛んじゃったじゃん、あいつら。おい。え？フロー。フローってなんだっけ？俺もうブルーロックの、まあ、例えばあれだね、選手が、スポーツ選手がゾーンに入った的な感じの、フローって言ってたから、まあ、そういうね、なんだっけあれって、瞬間的集中みたいな。そんな感じだよね。集中することによって、フロー状態。まあ、つまり、ゾーンにね、入っていけると。そういうね、わけなんですわ。もうゴールでいいぞ、これマジで。マジこれゴールでいいもん。なんか上行けそうだったけど、カフェキックでやっていこうぜ。なんかマリオ上から行こうとしてない？上から行こう。上からよりもなんか下から行った方がなんか安全な気がするんだけどどうなんだろうね。いや、怖えー。まあ、結果的になんかいい感じになってるけど、最後まで気は抜けない。うわ、危ねえ。危ねえ。赤壁の戦い 1.1。何それ赤壁って。なんかあれだね、赤髪のシャンクスみたいな。そういうあれでいるもしかして赤壁。赤壁のヒグマみたいな。なんか最初の敵確かヒグマだったよね。ヒグマ最強説あるんでしょ？ワンチャン。ワンチャン。60個を4個まで減らしたヒグマみたいな。いや、これあれだね。なんかストーリー思い出す、こういうコースマジで。ストーリー思い出すね。ルイージお前よく飛んだな、お前それ。いや、うまくね、俺ノーダメージでいくとか。てかなんか右ワンチャンあったよな。いけそうだった気もするから。正直戻りたい気もするけど。まあまあ、しゃあねえ、しゃあねえ。マリオマのあのように言ったんだけども。いや、このコース、すごい怖いんだけど、なんかもうゴールの匂いがする。いやー、やばい、やばい、やばい、むずい、このコース。ただ、俺、正規ルートちゃんと行ってるっぽいね。ちょ、これは倒そうか。一旦ね。マジで怖い、ほんとに怖い。いやー、後ろから来てるもんね、これね。もう、最悪すぎ、これ入んなきゃいけねえじゃん。なんかボスいそう。もう、このハゲーって感じ、マジで、ほんとに。ほんとに、このハゲーって感じ、マジで。あと一回、あと一回。よしよし。よしよしよし。はははは。焦ったな、キノコがよー。俺もキノコだけど。エアーシップ。これボスいそうだな。最後に、飛ぶハゲ。飛ぶハゲ絶対いるから、もう 100% いるから、もう予言書か、こう。予言者。予言者っていうからなんかあった気がする、遊戯王に。だからもう遊戯王そういうの、ありすぎてな。やばいよな。中二心をくすぐられるっていうね。いいねー。まあ、ほぶねー。いや、待て待て待て。ヨッシーはや、ダメだろ、それ。なあ。絶対ヨッシーいるよ、こんな。危な。なになに、今の。どっちが正解か、もはやわかんねえんだけど、さあ、危ねえなあ。で、なんか、右正解で、な気がするね。右合ってる気がする、正解で。で、足場が見えないのすごい怖いから、これ一旦ね、上に行っておきながらの、竜巻、使っておいて。ちょ、なにこれ、なにこれね。ふざけんな、マジで。ヨッシーが消えちゃった。やばいやばいやばい。これヨッシー消えちゃった。ヨッシーいる。ヨッシー消えたかと思ったらいるんだけど。ヨッシー消えたかと思ったらいたんだけど。ちょ、泣けよこれ。よし。マリオからヨッシーを取り上げて、俺はこいつと一騎打ちだ。ヨッシー絶対いるもんね。マリオ
マリオからヨッシー取り上げれたのはいいんだけどさ、これ来ちゃうのかな。ちょ、急げ急げ。ナイスナイス。あと1回、あと1回、あと1回。ちょ、頼むマジで早くこ、いや、頼むよ、ジュニア。ジュニア、早く早く。あいつら遅くねってか思ったんだけど。え、マリオ多分ヨッシー取りに帰ったよね。めちゃめちゃ取りに帰ったよね。いや、待って、怖すぎ。ちょ、何これ何これ、マジで怖すぎ。どこに行けばいいか分からなくなるからな。なんでこれは。まあまあでも、そのままでいいっしょ、これ。いや、これ落ちた方が良さそう。マリオが来そう。アップな、お前、てめえ。マジで、本当に、最悪。オッケーオッケー。で、からの、ヒップドロップ、マジでやめろ、本当にお前。で、下に置いといて。痛すぎ。いや、待って、中間がある。どうするどうするどうする。飛ぶしかないよな。もう、お前が、とぁクッパメイクライ。クッパメイクライ。なんか、メイクライ、なんちゃら、あれだ、デビルメイクライだっていうゲームがあったよね、前にね。俺やってないんだけどさ。あれも結構名作なんでしょ。だから今回クッパを倒すんだろうね。多分デビルメイクライも多分悪魔狩りみたいな感じだろうね。悪魔ハンターみたいな。今回は、だから、クッパハンターでしょ、多分やることは。うわ、やばいこれ。絶対下から行った方がいいこれ。ちょっと待てこれ。誰で鍵持ってるやつ。そいつか。ヒップドロップ見せたけど一旦避けたい。早く行けよ、お前。マジで。メスキ力お前、跳ねてた意味マジなかったやん。これなんだけど、無敵時間使っていこうと思ったら上からちゃんとさ、ルートがちゃんと用意してあったってよね。まあ、下から行けるからいいんだけども。で、俺もアイテム欲しいんだよな。マリオアイテム探しに上行ったのかな。俺もアイテム欲しい、マジで。ちょっとアイテムがないと、この後々で困りそうな気がすんだよね。クッパ倒すんでしょ、結局。やばいぞ、これ、のこの甲羅持ってるぞ。青木の甲羅回避不能の一撃食らってる。あ、みんな死んでる、これ。これはあるぞ。よし、来た。で、しっかりと、追いかける。いいね、みんなミスってっからな、今回。完璧な、ムーブを決めていく。ちょっと早く、え、待って、どこまで来るの、これ。お前、ふざけんな、マジでよ。そういう遅延行為、本当に、やめてもろて、いいっすか、ちょっと。上かな？いや、待て、なんか、上じゃない気がする、これ。なんか、そういう気しない、これ。上じゃないよね、きっとね。絶対下だよね。ちょっと焦って、向こう行こうかと思ったけど、上行こうと思ったけど、このドアが俺的にはすっごい気になる。だってこっちの方が難しそうだもん、入るの。あー、オッケー、正解かな。あの、ワープブロックは絶対ミスだ。ただ、クッパ倒す時間があれかかるからな。ほんとにね。結構あれとしんどい。誰だ、持ってるやつ。絶対プンプンだろ、これ。ちょっと待って、食らっちゃった、最悪。ちょっとね。オッケー。誰か切断した？切断した感じのラグで、もしかして終わった？もしかして。どこだ、次。やばい、これ。ハンマーブロスが投げてくる、ハンマーを。あと一回。いや、もう遅延こいすぎる、こいつ。ねえ、このハゲ女、マジで。おい。お前、もう、一歩間違えたら、ハゲやからな、もう、ブンブンと一緒やからな、お前、マジで。ポニーテールハゲ。なんだ、これは。はい、これは、滑空で。ちょっと。マジでさ、終わってんだけど。やばい、来た。やばい、来られた。やばい。これ、ドロップで行った方がいい。アップな、マジで。よく行った、俺。ちょっと待て。これ、マリオ上に行かないかな、ワンチャン。くっそ、マジかよ。マジか。ちょ、マリオ、お前どうにかしろ。追いつかれたもんな、マジで、プンプンのせいで。マジでないわ。これね、飛ぶハゲと見せかけての違うんじゃないかなっていう、俺予想してんだけど、ワンチャンさ。いやー、マリオ邪魔すぎる、マジで。本当に邪魔すぎる。ちょっとさ、これ、最後倒すのも待ってさ、あれする？ワンチャン、なんか、ここありそうやなって思うんだけど、鍵とか。ないか。じゃあ、マリオ来た。動いたな、マリオよ。お前の動きを待ってた。やっぱマリオに動いてもらえないとね、やっぱり。よし、マリオ、なんかマリオ閉じ込められてない？これ。ちょ、邪魔すぎ、そこ。そこ、入らして頼むから、マジで。ちょ、邪魔すぎ。いや、ダメ、あいつ行かせんな、絶対行かせんなよ。ドロップしてくる、絶対、あれどこ行った？ちょ、めんどい。やっと来たな、これ。で、しっかりと、取る。で、持ち上げて、もう、邪魔すぎまして。本当に邪魔なんだけど、取ってない。猫か、あいつ。くそ。取れてないんだけど、で、ドロップでどかせて、入っていく。邪魔、もう、入らせて、マジ、頼む、もう、だりーな、この鍵の場所。本当に、鍵の場所が悪いぞ、これ。取っておいて、一旦鍵を取っておきつつの、ドロップでマリオをどかせると。で、入っていく。いや、マジで、本当に。お前、マジ。いや、マジで。ちょ、目つきとかどけ、マジで。本当に。
取っておいて、取っておいて、ヒップドロップでどかす。で、入る。はい、入れねえ。うわー、もうこれ、一生一生これ。一生一生って感じ。ちょ、目つきでお前いい加減にしろ、ほんとに。邪魔すぎるってねガチで。ほんとに邪魔すぎんよ。邪魔すぎるんだって。で、マリオも早く来いよ、お前。めんどくせえからよ。取った取った来てねえな、まだ。来てねえな、まだ。ちょ、一旦は、じゃあ俺も一旦こうしといて。その木箱どけ、その木箱どかしてちょっと邪魔だから。で、上からヒップドロップで降ってくる。と見せかけてえの？と見せかけてえの？下から、下から行こうか。ちょ、これいける。これいったわ。オッケーオッケー。もう邪魔すぎてめえら、ほんとに。で、上に行きたい。ナイス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 。もう、大変すぎ、ほんとに。シンプル9。シンプル5とか6とかもありそうだ。シンプル7とかもありそうだな。でもやっぱシンプルなコースがベストよね。でもこれはシンプルすぎるわ。水中はね、やだね。スタンダードコースもやっぱり、もうちょい、いいね。いや、これね、あのね、ルイージ狙ってるね、これ完全に。それいらない。ファイヤーはいらない、あえて。ファイヤーを取ると遅くなってルイージに抜かされて、勝てる試合を捨てることになっちゃう。そんな試合はね、俺しないから。絶対しないから、そんな試合は。もう捨てゲーと一緒。いや、早くね、なんか、ちょ、ルイージ取れ。お前それ取れ、ルイージー。なあ、おい。ファイヤー取れよ、ルイージー。なあ、やめろよ、お前。勝利を捨てろ、お前もうマジで。勝利を捨てろじゃねえや。諦めろ、お前、俺に勝つの。いや、これ中間取る。いや、中間も取らない。中間取ったら遅くなる。それもまあ、毎度のごとく、これも取らないと。やれ！いや、くそー！しつけー！やべえよ、これ。ちょっと待って、マジでマジで、本当に取ったら負ける。マジ取ったら負ける。取ったらもう負け確濃厚、これ。いや、まあ、ゴールありそう、これ。オッケーオッケーオッケー。いい感じ。上行ったら負ける。ちょ、止まってルイージのこと跳ね上げてやろうかな。いや、でもそれで負けたら元も子もないからな。ギブアップしてねえぞ、おるし。いや、落ち着け。これはもう当たんないようにな。ナイスー！逃げ切った。ジョイグー6、これ意味、多分ね、これ読めないわ、これ。適当に打ったやろ、これ。英語でもなんでもない気がするわ。いや、なんかさ、怖そうなコース来たな。トロールコースかな。騙しとかそういう匂いがする。ルイージ持ち上げて。じゃあな、マリオも、じゃあな。兄弟に背負い投げしっかりと決めて前に行こうかって思ったんだけど、ちょ、早く行こう。早く行こう、こう。オッケー。これ入っといて、で、土管出るやろ。青木とかミスっとる。なんだこのコース。これボーナスステージだな。ラン、NTG。猫クッパを言いたいだろ、シガがおると。ランか。あれだね、もう。おい、ランって感じだね、これもう。工藤新一だから、今回俺。ランを救うぐらいの、それぐらいの気迫で、ゴール、立ち向かっていくぞ、これ。うわ、なんだそれ、ちょ、邪魔くせえ、それ。どけどけどけ。行くぞ、俺は。おぉ、破壊すんな、お前。ベイブ、いいダメ、それは。このハゲが。このハゲがよ。許さんからな、お前、マジで。そこで滑空されると本当にまずいんじゃないこれ。行ったふりして行ってないんだよね。何てめえ。うわあやばい、早く行かなきゃ。早く行く。早く行かなきゃ。マジで。遊んでる暇じゃねえ、こんな。こんなこと言ってる場合じゃねえんだよ、俺たちはよ。いや、待って、お前、マジか。本当に、お前、そういうとこだよね。いやいや、なんかビルダー持ってんだけど、お前それ砕くな、頼むぞ、砕くなよ。で、猫クッパがどこにいるかなんだよな。マリオがなんかさ、めちゃくちゃ強いブロック持ってたから、それさ、ダメじゃねちょっと。ねえ。それダメ、あ、猫、俺の猫、ごめんてる。ちょ、ルイージ潰すぞ。よしよし。いやーうらくそ。もっと先読みでもっと、ハンマー投げないと。じゃないと俺はめられる。よし。よしよしてか、目つきどこ狙ってんの多分マリオ狙ってんだ、これは。マリオのこと狙ってんだろうね、きっと。だから、俺がやんなきゃいけないのは、目つきどこどかす。それぐらいの企画でやんないとダメなんだよ、これ。てかさ、まず、ちょっと行ってみらんこれ、ちょっと。ねえ。てめえはいい加減にしやがれ。俺もさ、マリオが何やってんのか、いや、ちょっと待て、これ。どうしたマリオ。あとは任せな。あとは任せなっつってめっちゃ食らったんだけど、こっちなんかあるんじゃないの。はいはいはい。いいじゃん。これがあんならいいじゃん。楽に倒せるでしょ、正直。どこだ？うおー、どう？いやー、まだかー。これさー、マリオがさー、投げた瞬間に終わったりとかしそうです。すごい怖いんだよね。なーに？
これは戻るしかないな。一発逆転。一発逆転狙うぜ。俺が先に土管に入って。じゃあな、マリオ。貴様の負けはもう、確定したのよ。うわっ大番狂わせ起きたんだけど。